こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日でだね。今日で卒業してから丸々1年経ちました。早い。早い。結構あっという間だったなって思って、びっくりしてます。うん、とてもとてもあっという間だった。まだ1年って思うか。なんかね、びっくり。だって去年の今頃はうずうずしてたわけでしょ。なんかもうね、時が経つのが早すぎて本当にびっくりしてます。なんか感慨深いね、すごい。お元気ですよ。私はお元気です。でもなんかこの1年を振り返った時に、なんか本当になんかもうこれ最近すごいずっと言ってるんですけど、もうろくなことしてないなって思って、この1年なんかろくなことしてないですね、本当に。真面目に。でもね、卒業してからなんだろうな、皆さんとそのお話しする機会を作れたりとか、こうリアルイベント、こうリアルで会えるイベントを開催したりとか、なんかそういうことが、なんか皆さんとの触れ合いが、なんだろう、できたのはすごい嬉しい。嬉しかったなって。思うのと、やっぱり、アイドルを、
構卒業した中でもこうやってなんだろう、ショールーム見てくれたりとか応援してくれてる皆さんには本当にありがとうございますって思ってるし、なんか本当にいつもありがとうって最近より思うかな。だってもうアイドルじゃないんだよ私多分、その私のことを応援してくれてた皆さんはこう歌って踊ってなんかステージに立ってるランリーが好きだよみたいな方がきっと多かったと思うので、まあなんかショールームでこういう風に話してるところもところが好きって方もすごい多いと思うんですけど、でも一番はステージに立ってる私がきっとね好きって人が多いじゃないかなって思う中でね、嬉しいね。千葉県で一回見たことある。でも千葉あんま行かないけどな。千葉で私のこと見たことあるの。千葉はあんま行かないな。千葉行った、イベントってこと？イベントとかは行ったことあるけど、あんまりプライベートでは千葉とか行かないな。イベントあったっけ？アイドルのランリーも好きやけど、宮里リラっていう人間が好きなんやろうね。その言葉はめちゃめちゃ嬉しい。本当に。なんだろうね、今年というか、この1年は、もしかしたら、みんなびっくりみたいなことを起こせる一年に、まあ、したいなっていうふうにすごく思っております。結婚はしないかな、まだ結婚やばくない？卒業してすぐ結婚するやん。結婚相手とかいないんだけど。でも今年こそいいお知らせができるように頑張りたいなって。非常に思いますね。でも本当に、やめても応援して
くれてる皆さんには本当に頭が上がらないです。本当にありがとうございます。もしかしてコロナとかなかったらまだランリーはチームメイトの活動を続けてた？もしかしたら続けてたんだろうね、わかんないけど。わかんないけどどうなんだろう、もしかしたら続けてた説はあるんじゃない、わかんないけどね。いやどうだろう、でもやめてたかもしれない、どっちみちあのタイミングで。あーどうだろう、わかんない、わかんないけど、なんだろう、マジ無理の舞台に出て、なんだろう、やめようって思ったから。どっちみちなんだろう、マジ無理の舞台をやってたらやめようって思ってたのかな。どうなんでしょうかね。現役で撮ってるメンバーいますよ、全然。でもなんだろうな、なんか、そこが天気だと思うよ。なんだろう、でももう一回人生をやり直せるとしたら、またさあ中学校1年生の時に戻ってやり直したいですね。AKB 人生やり直したいなって思う。なんかあの時ああしとけばとか、あの時こうしとけばなんか絶対変わったのになみたいな、やっぱことがあるんだよね、すごく。あの時自分はああしてればとか、こうしてればとか、なんか思っちゃう時があるから、なんかもう一回やり直したいなって思う。なんかそうね、大人になった、なんか今だからこそすごい感じることとかはありますよね。でもなんかでもさ、言ってもさ、人生あと60年ぐらいはきっと生きるじゃないですか。だからなんかその今まで学んだこととか失敗したこととかを生かして、なんだろう、次は後悔しないためにも、なんかね、だってもう戻れないからさ。ね、って思います。なんかでも本当に
今年このこここの1年は自分のやりたいことをやりたいね、いっぱい。やりたいなって思います。人生なんて後悔の連続よ。そっか。なんかすごい人生の先輩としてなんか言葉の重みがすごい。今年の夏は水着着ないの。水着持ってないもんだって。買いもしないしね、別に。だから着ないと思います。なんだろう、もう最近すごい思うんだよね。なんかさ、なんだろう、なんか友達がいないのかな、やっぱ私。なんか友達でも最近友達がね2人ぐらいしかいない。マジで本当に友達がいないからなんか遊びとか行けないね。そう、友達欲しいね。なんか親友は別に、親友っていうかなんだろうな、なんかね、友達がいないことに気づいた。あ、そう、気楽な、なんだろう、気軽に誘える人、気軽になんか、なんか親友は別にいる。なんだろう、なんかなんかね、私ふっかるな人がすごい好きなんですけど、なんかふっかるな人に対しては自分もふっかるになれるからふっかるな人がすごい好きなんですけど、なんだろうな、なんかみんな、なんか友達基本的に忙しいから、なんだろう、友達がなんかいない。え、なるは友達だけど、なんだろう、なんかこう、もう最近なんかさ、やっぱ増えてきてるじゃん、コロナになる人も。だからなんかさ、その遠慮して全く誘えないですよね。そう、なんか私がもし持っててさ、移したりとかしてしまったら、私一回もコロナになったことないけど、移してしまったらね、うん、私は別にどうでもいいけどさ、移ったとしても、まあ、別にそんななんか影響があるわけじゃないけど、なんか関係各所に影響を与えるわけじゃないですか。スケジュール調整してとか、なんかファンの皆さんも心配するしとか、でもそういうこと考えると気楽に誘えないですよね。だってそういうのも今コロナになっちゃってね、会えないし、なんか本当になんかもう友達がいないよね、リラ。リラって。なんか仕事に影響しちゃうこととか、なんかそういうことを考えたっすね。なんか本当に友達いない。
なんか本当にもう2人ぐらいしかいない最近友達が。本当に2人もいれば幸せなのかな。普通一人とかだよね。あら、そうなの。二人って多い方なの。髪切ったんだ。まあ、結構前に切ったよ。そう、なんかもう最近が卒業してからその友達になった子が一人いるんですけど、なんか最近なんだろう、その子ぐらいとしか会ってないかな。その子ぐらいしか会ってないね最近は。あとはもう全然メンバーとかも1ヶ月くらい会ってない気がする。カレンダーを見たら分かるんですけど、ああ全然会ってないね。全く会ってない。女子女子。ご飯作りに来てくれる女の子ですね。そう、その子ぐらいか。でも、ね、その子圧倒的インドアすぎて、圧倒的インドアすぎて全然なんか出かけたことない一緒にあんまり。全然出かけたことないね。だってもう友達になってから1年ぐらい経つけど、もう少しで全然なんかもう一緒に出かけた記憶片手で数えるぐらいしかない。圧倒的インドア人間。なんかご飯食べに行くぐらいしかないし、ないね。足つさばった。なんかだから結構私別に引きこもってるのも好きだけど、なんか出かけるのも結構好きだから、なんか一緒になんかいろんなところ出かけてくれる友達が今欲しいですね。なんかどちらかといえばなんかね、あんまりアクティブにこうあっち行こうこっち行こうこっち行こうこっち行こうみたいな友達いないなって思って。なんか一緒になんかいろんなところに出かけてくれる友達が欲しい。なんかね、一人で私家に入れないんですよね。だから絶対一人でいるときは、何も予定がないときは絶対家から出るもんね。なんか友達が家に来るとかだったら別に全然出なくてもいいんだけど、
なんかもう何かしてないとね、なんかそわそわしてしまうから。絶対私予定ない時は出ますね。今行きたいところ、六本木のなんかセーラームーン店みたいなやってるんですけど、そこに行きたい。それは別に一人でも行けるか、全然なんか来月あたり行ってこうかなって思うんですけど、あとこれずっと言ってるスポッチャに行きたいスポッチャに行ってくれるお友達を募集してますね。めちゃめちゃスポッチャに行きたい。セーラー多分六本木でやってるんですよね。なんか趣味もお出かけみたいなとこあるからな。なんでセーラームーン好きだよ。今暑いかな。誰が好き？私はセーラーマーキュリーが好きです。マーキュリーが好き。アミちゃん、私の最近の好きなもので言うと、なんかポケモンにハマりすぎて、最近ポケモンばっか、なんか最近なんかめちゃめちゃキャラクターがわかるとかじゃないんだけど、ポケモンばっかよ最近は。ポッチャマが好きなんですけど、その分かってる人は分かってると思うの。最近私がポッチャマと一緒に寝てること、今ベッドに転がってるんですけど、ポッチャマ大好き。最近は一人寂しい時はポッチャマを抱いて寝てます。もう最近ポケモンも好きだね。なんか徐々に覚えてきたポケモンのキャラクター。あ、そう、ポッチャマリラの彼氏でも水色が好きなんだろうね。最近すごい水色に惹かれる傾向がありますね。だってセーラームーンなんかは私が保育園生幼稚園生ぐらいの時からすごい好きだけど、最初に好きって思ったのはセーラーマーキュリーだったから、多分昔からすごい、なんだろう、水色の何かにね、なんか惹かれるんだと思う。思いますね。セーラームーンはだからそれこそずっとツタヤ行って借りてた。このって感じで、ちょっと私はこれから予定があるのでこの辺で終わります。またします、ショールーム。
ということでランキングを読みます。13位 YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で12位が新潔さん、アットマークうなとりどん、ありがとうございます。で11位がキングスさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして10位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして9位がトリアージさん、ありがとうございます。そして8位が夜青龍さん、ありがとうございます。7位がガラパゴスさん、ありがとうございます。そして6位がカネッチさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位が MM ルレースさん、ありがとうございます。そして3位がミンチャーさん、アットマークリアちゃんが好き、ありがとうございます。そして2位がクロケンさん、ありがとうございます。そして1位がラピースさんです、ありがとうございます。はい、ということで、1年経ちましたが、これからも変わらずね、ランリーのこと応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。え、ゲリラ豪雨雨なの？ちょっと聞いてない、それは。雨降るじゃん、最悪。ということで、またねー、さよならんりー、バイバーイ。